オールトップはどの選手が獲得するでしょうか。ピッチマックのルーペアピール上多いんだね。そしてかなりの大集団です。さあ、このトレーニングはここでコントロールを進めて、そして少し体重が上がって、竹内陽子が消え、XCC 第3レースでスタートになりました。女子イベントの優勢、今スタートになります。さあ、先頭がカンパクトランド、そして大阪のカンパクトに小林隆にカンプラー、そして小田選手の佐藤山並みで少しカンパクトに小林隆にはこの XCC では XCC小林隆が第2位で、そして川口優奈選手が、さあ1周回目のラップタイムは1分52秒台。さあ、この2名の選手がぴったりと、さあ、その先頭ですが、この2さあ、一気にかけていきました。抜き去りました。冷静な走り方をしているように見えます。さあ、やっていきます。そしてまた再びペースを上げてきました。3番手からここで2番手に移動してきました。1対2、1対2がまたまたここでゲートができた。1対2とかどんなのか、昨日でも1位と2位というどうペースでありました。この1対2位とのです。3名ずつなりました。さあ、スイヤー、さあ、一気に最高勝利だって思い切り踏んで、原口うららは見事ちょっ、いや、最後の最後でという状況になりました。第2位となります。小林上がり、レクドリー24人からスタートしました。ここ坂根の人のレース、まずはもちろん速くなるレクドリーが優勝してくいつも通りに走ればって思ってたんですけど、何にもなんか出せずに、さあ、そして見えてきました。こちらは全優勢、弱火してたるサイクリングチーム野崎瑠一第4位です。そして絶対スタートから行ってそのまま行きたいっていうのは自分の中で思ってたことでしたし、このレースに去年負けて
あれから一日もね、ずっと去年の悔しさだけを思い出してやってたんですけど、なんか。まず一番はポイントっていうところが大きくて、 UCI ポイントがあのエリートとアンダーでは2倍違うので、やっぱ今後オリンピックに関わってくるのが UCI ポイントになってくるので、そこはすごく意識して、であとはやっぱりこのタイミングで一番上のカテゴリーで走ることができれば、あの来年、まあ、エリートカテゴリーに上がるんですけど、それに向けてあの自信にもなるし、あの大きなステップになるかなっていうふうに思ってエリートでエントリーしました。ちょっと昨日は気持ちと体がうまく噛み合わなくて、気持ちばっかり前に行ってしまって、で体が追いついてなかったので、今日はもうそこだけを意識して、あの気持ちが前に前に行って行った時に、あの体も前に前に行って行けるようにちょっと乗り方を変えて、特に上りではあの力のかかる乗り方を意識して走ったので、まあ、それがあのペースをあまり落とさずにラップできたし、それあの優勝できた要因かなと思います。国内のタイトルも獲得しました。そして今回このエリートでもタイトルを獲得します。よし、岩渕のサイクリングチーム小林あかり。やっぱり一番上のカテゴリー、エリートカテゴリーであの優勝したっていうのはすごく嬉しいし、あの本当にこれから来年ワールドカップエリートで走るのに向けてもすごく自信になって、まあ、このジャージに恥じないような走りをできるようにこれから頑張っていこうかなと思います。世界選手権はあのまたアンダーのカテゴリーになるんですけど、まあ、アンダーのカテゴリーでまだ世界選手権で成績残せてないので、今回はあの上位の選手たちとしっかり戦って、あの自分の納得できる世界選手権の走りができるように頑張りたいと思います。